CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日も名物講演の内容を10分で学ぼう、日本政策学校のすべをお送りしていきたいと思います。講師は加藤さんです。加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、前回初回ということで少し緊張していましたっていうことでしたけども、はい、そうですね、今回大丈夫ですか？大丈夫です。はい、大丈夫ですよ。はい、ちょっとより一層笑顔が出てきましたね。出てきましたね。はい、はい、で今日からですね、一人ずつ人物を取り上げて、はい、まあ、その方の講演というか、お話の内容ですね、はい、要点つまんでお話をしていただくということなんですけど、はい、今日取り上げていただくのが、写真が出ると思いますが、ノーマン・ミネターさんという方なんです、はい、私実はこの名前初めて聞いたんですけど、はい、どういったことをされたの？もともとアメリカの国務長官だった方でして、はい、実はその国務長官もちろんなる前なんですが、はい、第二次世界大戦が始まった時にですね、要はアメリカにいらっしゃった方なんですね、はい、でその当時、まあ、戦争が始まってしまったので、日頃その日本人っていうのはそんなにそのもちろん差別とかアメリカなかったんですが、はい、うん、やっぱり戦時中になってしまってすごい差別を受けましたと、はい、でそこでその日本人の差別を受けている人たちに対して支援に入った人、はい、まあ、ご自身も日系人なのでもちろん差別を受けたと思うんですけども、はい、でそこでやっぱりその講義で言われていたのは、もうその戦争が始まった瞬間から要は差別を受けますと、はい、要はそれまでは普通にアメリカの人ともちろん日本人が一緒に仲良くですね、はい、要はご飯を食べてたのに、うん、急にその戦争が始まった瞬間にすごい差別の目で見られてですね、はい、で非常にこう辛い思いをしたというところから、うん、やっぱりそういう戦争っていうのは悲劇的なものだと、うん、やっぱりやっちゃいけないっていうのを非常にこうリアルな体験、結構もうご高齢ではあるんですけども、うん、実はオンラインでアメリカとつないでやった講義だったんですよね、英語で通訳の方入れてやらせていただいたんですけども、はい、うん、やっぱそういう中でそのやっぱりそのもうお年なんですね、やっぱりそういう戦争を体験されている方なんで、はい、でちょっと体調も悪かったみたいなんですが、うん、その中でもやっぱり一生懸命、まあ、私もまだ33なので、はい、そういうような受講生に対して思いを一生懸命伝えようとしていたと、うん、でかつその思いがやっぱり戦争体験者の思いとして、はい、やっぱり戦争はなかなかいけないものだと、うん、やっぱりそういう戦争に走るのは良くないと、はい、ということを非常に伝えてたのかなというふうに思っていて、特にこうアメリカってイメージって、うん、本当はブッシュさんとかも含めて非常に苦しんだ決断をされていると思うんですけど、オバマさんも、そうは言っても日本のイメージってどうも戦争イケイケなように感じるじゃないですか、うん、本当は多分違うと思うんですよ、はい、でもイメージとしてそういうところがある中で、もともとアメリカの要は政権側にいた方が、はい、要は戦争は良くないよって言われたことに対してすごいやっぱ響くものが逆にあったんですよね、うん、やっぱそういう抗議だったってのが一つ大きな、私まだ受講生の時代に受けた講義だったんですけど、はい、政策学校の、はい、非常に大きなポイントだったなというふうに思ってますね、はい、なるほどね、なるほど、そうか、国務大臣までされてた方がそういうことをおっしゃってたということなんですね、はい、まあ、私もその日米戦争、まあ、日本からしたら大東亜戦争をやっていた時の日系人が作った舞台の映画を見たことがあるんですよ、はいはいはい、ご覧になったことあります？ないです、ないです、あの日本日系人ばかりで作られた舞台があって、はい、最強の舞台って言われてたんですよ、で当然彼らは日本人の血も入ってるんですけど国籍はアメリカなので、はいはいはい、まあ、アメリカの軍隊の一つの舞台として活躍するんですけど、はい、やっぱりこう一生懸命やるし、はいはい、であと勝った後なんかはその、まあ、日本人の捕虜とか日本の占領とかにも協力して日本語喋れるんで、はい、そういう舞台があったんだと。へー、知らなかったです。知らないですね。知らないです。映画のタイトルが今思い出せないんですね。442ってスタッフがやってます。442舞台ですね。へー、はい、あのうちのスタッフも見てるんで、はい、今度見てみよう。いや確かに日系の方ってやっぱり大変だったと思うんですよね、はい、もちろん日本にその当時いた方もすごい大変な思いはされたと思うんですけども、はい、やっぱりそのノーマンさんが言われてた繰り返しになりますけど、はい、今日の友だった人が急に、はい、まあ、人間関係にこじれてるわけでもないのに敵になるっていうのが、はい、うん、多分受け入れられないんじゃないかなと思って。いや、まあ、それはそうです。特に日米戦争の始まりってあの真珠湾攻撃じゃないですか。あれでね、それこそあの卑怯な、ねね、奇襲をしたというふうに、ね、まあ、本当は違うんだけど、ね、あの向こうはそういうプロパガンダを国民にするんで、まあ、アメリカ国人の対日感情を悪くして、うん、まあ、戦争に持ってきたかったのがルーズベルトですから、うん、 そうですね、その中にいた人たちって本当に両国の間に挟まれて悲惨だったんだろうなっていうのは想像できますけど ね、うん、ね、そういう意味だと今神谷さんが言われたプロパガンダ、はい、やっぱり今の日本ももちろんあるし、うん、各国もやっぱある意味やってるとは思うんですよね。やってますね。でその中で今やっぱイスラム国の話とかもあったりとかする中で、はいはい、うん、まあ
政権にいる人も本当ブッシュさんがなんかその戦争を決断するときに本当は泣いたっていう話も聞いたことがあって、はい、うん、本当オバマさんも今苦しんでると思うんですよね、うん、本当は行かないって言ってたのに、はい、行かざるを得なくなってやっぱり状況が悪くて、うん、でもその中でやっぱうまくプロパガンダを使うしかない、はい、でそれに対して有権者もプロパガンダに乗ってしまう、うん、この構造ってすごい難しいし、はい、政権側としては使わなきゃいけないかもしれないけども、はい、有権者からするとこの間の話にもなるかもしれないですが、うん、ちょっと考えなきゃいかんところもやっぱありますよね。そうなんですよ。もうこれは僕ら今の中国と韓国と関係悪いじゃないですか、はい、腹立ちますから ね、分かっていてもこれは多分先導があるんだろうなって分かっていても、うん、とはいえあの向こうも乗ってるわけで、うん、ってことはだからこう日本とか中国韓国の間を割いてですね、うん、まあお互いこう嫌悪感を持たせながら、うん、まあ一つにならないようにしようと思ってる人たちがいるんだろうなというのは分かりつつも、うんうん、でも一個一個の事象っていうのは非常に腹が立つし、実際に日本をね、なんとか潰したいと思ってる中国人もいるだろうし、けどね、十何億人がみんなそんなこと思ってるわけじゃないから、うん、当然ね、一人一人の中国人、韓国人の方と話せば、うん、あの立派でいい人もいるし、うん、からそのこうなっちゃダメですよね。そうなんです。だからもちろん腹が立つ部分もある、でもそうじゃない部分もある、うん、でやっぱりそういう、なんていうかな、プロパガンダされてる部分も、うん、当然僕らもメディアに触れる以上あるわけで、そういう中でバランスを保たないとね。そうだと思うんですよね、はい、本当バランス重要だなと思って、やっぱり今の有権者の方、私も有権者ですけど、はい、私も含めてですが、やっぱバランス悪いんですよね、うん、ちょっと乗っちゃうんですよね、うん、その今ちょうど国会とかもある中で、はい、やっぱりその政治的な話題がニュースになるときに、やっぱりマスコミって面白くて載せて落とすじゃないですか、はいはい、で乗せてるときは有権者も乗ってきて、うん、落とすときは思いっきり有権者も落とすんですか、はい、同時に、はい、やっぱああいうことをしてしまってると本当の政治って成熟していかないんじゃないかなっていうふうに思うし。そうですね、でもそういうの学ぶ場ってないじゃないですか、学校でもなかなか教えてくれないし、ね、ましてやどっちかっていうと戦後特にだと思いますけど、なんかこう政治的な議論とか話はしてはいけない、うん、この間もね、あのそういう話ありましたけど、そういうのを言うのはタブーだみたいな中で、うん、やっぱりなかなかこう政治的なリテラシーというか、うん、メディアに対するリテラシーっていうのを持つのが難しいですよ ね、うん、ね、やっぱノーマンさんも、はい、多分本当はそういうことも訴えられたいのかと思ってたんですよね、うん、要は逆に今アメリカにいらっしゃるんで、はい、アメリカ的な目線で日本を見れてる、うん、要は日本内部から見るより外部で見れているので、でもともと日本のことをすごい愛している方なので、はい、やっぱり今の日本に対する危機感っていうものを多分訴えたかったんだと思うんですよね、うん、なるほど。要はもうちょっとその考えてほしいと、はい、そのどっちが正しいかとか、うん、親米か親中かっていう話ではなくて、うん、それをあなた方が選ぶんですよと、はい、で逆にノーマンさんはその戦争の時はその権利さえなかったってことだと思うんですよ、うん、もう差別されてしまって、はい、でその主張をしたくても主張すらできなかった、うんうん、でも今の日本人っていうのは国民主権だから、極論主権が自分にあるわけですよね、うん、ってことはその判断はできるわけで、ちゃんとすれば多分それをやってほしいって願いもあったんじゃないかなっていうふうにちょっと思います ね、まあ、その国民主権すら怪しいんじゃねえのって番組を撮ってるんでねなかなか難しいところもあるんですけど、はいね、いや本当に国民にそれがあるのかどうか、ね、だって国民主権決めたの GHQ ですからね、まあ、そうですね、 GHQ 主権じゃねえかと。確かにその後日本人がもう一回話してね、作り変えてればよかったのかもしれないですけど、うん、まあ逆に言うと、まあ別に、言葉は、ね、国民主権になってるからそれでいいんじゃない、うん、と思ったのかもしれないし、難しいところありますけど、でも、うん、そうですよね、今例えばいる、なんだろう、在日の韓国人の方なんかも、はい、まあ、この近年ね、やっぱ関係が悪くなって、うん、だからすごい差別されてる人もおそらくいるだろうと思うし、うんうんうん、僕の周りにも大阪なんで在日韓国人の方いらっしゃいますけど、はい、まあ、人物ですからね、うん、悪い人は悪いし、日本人は悪い人は悪いんですよ。在日でもいい人はいい人だし、うん、日本もう本当に日本で生まれ育ってるから、私はもうそんな韓国籍は韓国籍、いるじゃって韓国籍だけど、うん、でもまあどっちかつけって言われたら日本につきますとか、うん、っていう人も当然いるわけで、ね、まあ、そういうなんかこう生の人たちに触れていってほしいですよ ね、 そうですね、そのメディアがこう言ってるからこうとか、そう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 、本がこう書いてあったからこうとか、我々の言説ですらちょっと疑ってもらって、神谷が言ってるから絶対とかね、加藤が言ってるからそうなんだ、そうそうそう、ではなくて、あ、そうなのかもしれないなと、うん、だから自分と同じ意見の人にただ同調するだけではなく、うん、これね、まさしくその政策学校の講義はそうですが、違う考えの意見もちゃんと頭に入れて、うん、まあ、そういう考え方もあるんだなということを中で絶えず思考を止めないというか、うん、はい、そうですね、これですよね、本当です、本当そうなんです、
平行を目指しているのはまさにそこなので、はい、やっぱ反対の意見も聞いてそれによって自分を高めていくってことだと思うんで、はい、それすごい大事ですよね。そうですね、だから本当に一方の意見だけに偏って一方的に敵を叩くような、うん、そうすると喜ぶのはね第三者ですからね。そう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 、まあそういうのを日米間の関係というのを通じて伝えてくださったのが、はいね、このノーマン・ミネタさんでしたということなんですね。まあ、あの番組はこんな感じで進んでいきますので、はい、皆さんもですね、まあ、その講演の内容をお聞きして、まあ、それについての我々のまあ雑感というか、はい、捉え方を皆さんにお伝えしていくという、はい、そんな番組にしていきたいと思いますので、また次回もご覧になってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。